今日は NT タイプのセルフイメージでございます、はい、ザ・セルフイメージ・オブ・レーショナルズ。この合理主義的な性格の持ち主はまず注意すべき点として、自分について良い気分になるために自分自身を、そして他人に見られることを、まあ見られる印象というのは印象なんですかね、それを巧妙で自律的、断固とした存在と見なさなければならないということですと。例えば信頼性や利他性がガーディアンズ、これは SJ ですね、保守的な性格の持ち主にとって重要であると感じるとか、そういうふうに見えることはレーショナルズ NT の幸福感にはほとんどこれは寄与しないと。そうなの？信頼性、利他性はそんなに重要ではなく、はい、うん、でも自分自身を巧妙、まあちょっと英語の略し方がちょっと外れてるかもしれないんですけど、巧妙で自律的、断固とした存在、断固って多分一定しているってことなんですかね、断固っていうのは。巧妙っていうのはなんかまあもしかしたらちょっと違う英単語かもしれません、はい、もし巧妙さ、自律性、断固さが相互に補完し合っているならば、レーショナルズの自己概念は三角形であり、まあこの三角形っていうのはこの3つで上手に成り立っているというやつですね、はい、レーショナルズは一番右、工夫の際、自律的な性格、毅然とした性格、あ、なんでこの3つで見られたいっていうことですね、はい、うん、あ、見られたいというか見てる、自分を見てるっていうことですね、はい、これがあると安心みたいなところじゃないですか。自立しててなんか、まあ、自分で完結してるのがいいんじゃないですかね。うまいこと回ってるみたいな感じじゃないですか、自律的にそうですね、はいはい、で、はい、セルフエステームインインジェヌティ、巧妙さにおける自己評価、合理的な性格は彼らの考えに決めた多くの異なる任務を達成する際の巧妙さに誇りを持っています。実際巧妙さは合理的な性格の自己評価にとって非常に重要であり、それに比べて他の性格タイプにとって重要な芸術性、信頼性、共感性は彼らにとって無視されるほどのものです。彼らにとって重要なのは機械や実験の設計、理論や長期計画の開発、コンピュータやビジネスの構築など、どのような仕事であってもそれにもたらす独自性の程度が彼らの巧妙さ、したがって自己評価の尺度となると。合理的な性格は自分自身を褒めるのは苦手ですが、国家情報インフラのエンジニアが巧妙さについて語る際に一瞬だけ NT の誇りが覗くのを聞いてくださいということで、ちょっと引用します。あなたが何かを初めて成し遂げたいと思っています。何かを作りたいと思っています。何かを革新したい。しばしばエジソンが電球を発明したことを考えます。それが私がしたいことです。私はニューヨークを出て橋を渡り、ニュージャージーの光の海を見下ろして、ねえ、これを私がやったんだと言いたいです。これが多分このエンジニアの誇りですね、はい、それでも合理的な性格は巧妙さをビジネスや専門的な事柄に限定しませんと。彼らはほぼ何にでも自分がマスターしようとするものに巧妙さを適用します。例えば合理的な性格は楽しむためではなく、ゲームのスキルを身につける際に巧妙さを発揮します。 NT 合理的な性格の人たちにとっての楽しさは、あるスキルを向上させる方法を見つけることであり、単に既存のスキルを使うことではないと。そのため合理的な性格にとってはプレイのフィールドが常に彼らの熟練度を高めるための実験室となります。例えばテニスやゴルフでは、各ゲームやラウンドは最も効果的なスイングの物理学を考えるための機会であり、パラダイムに適合するような新しいストロークを試すための場となりますと、はい、したがって合理的な性格は職人のように考えなしに
思い切りプレイすることは不可能です。職人にとって遊ぶことは自由で衝動的な活動であり、楽しさのために行われ、向上したゲームのスキルはその結果として得られます。合理的な性格は全く逆であり、プレイ中にスキルを向上させるために自分自身を大いに駆使し、それが向上をゆっくりとかつ非常に難しくもたらしますと。この意味で職人は合理的な性格の共造ですと、はい、まあ共造関係と言っておきましょう、はいはい、両者ともスポーツやゲームに没頭することがある、はい、練習とかで、はいはいはい、もし SP 職人が練習で無意識の行動であるために没頭するならば、はい、NT の人たちは慎重で意識的な練習であるため、そのための没頭で効果も少ないと。もし職人 SP が自然な衝動的で努力を要さない行動であるならば、合理的な性格は思慮深く目的を持った行動になると、はい、自由にはやらないと、はい、もし職人が誘導されても試さない、 SP が誘導されても試さないのであれば、合理的な性格は試さないように誘導されることはありませんと。ちょっとなんか今共造関係の説明ですね、はいはい、SP との対比みたいな、対比みたいな感じ、まあ、似たような説明だったからですよねきっと、はい、一つのことに没頭して頭、はい、エンジニアと職人みたいな、はい、なんか近いんじゃない、まあ、お互い技巧と、はい、テクニックと、はい、サイエンスだったかな、はい、確かちょっと忘れちゃいましたけども、で、まあ、SP の人は、まあ、とにかく練習みたいな感じですよね。上手くなるためにはそれに没頭、はい、してるのは、はい、上手くなりたいとかじゃ、上手くなりたいはあるかもしれないんですけど、上手くなりたい、まあ、面白い、楽しいんでしょうね、それが楽しくて没頭してて、もうひたすらスイングしてるみたいな、何か技術を高めるためにと思ったら、はいはい、そっちに意識を持っていかないと、はい、SP の人はできないと。まあ、自然とじゃないですか。スポーツ選手とかには向いてるみたいな話だったじゃないですか。あ、でもその、はい、要は何て言うんだろう、このこっからこうやるみたいな、はい、覚え方ってあるじゃないですか。でそれが SP の人は多分こう100回スイングするみたいな話じゃないですか。うまくいったのをこう、あ、こうやってやるとうまくいくんだって体感的に書いてあったのは、はい、それを意識させようとするだと、はい、この自然にはできないけど、はい、NT の人はNT の人は逆にそれをやってるってことですよね。やってる、ずっとこうやってするとどうなるのかっていうのを考えてるから成長が遅いよみたいな話ですよね。で逆に没頭させるには、はい、そうやってそっちを没頭の方に意識を持っていかないといけない、はい、という初めに申し上げた NT の断固としたっていうのは、はい、優柔不断が嫌いということではないでしょうかと。物事をしっかり観察して分析して判断したいという感じに思えます。なんかまあプログラミングっぽいですよね。条件がこうあってこうだったらこうみたいなのが全部決まってるみたいなこういうことが起きたらこうする、こういうことが起きたらこうするみたいな。なるほど。でこうなんか分からないことが起きたらこうするみたいななるほど、ロジックみたいな感じじゃないですか。仮説検証で生きてると、はい、頭が良さそうだよね、やっぱりこうやって書かれるとね、はい、なんとなくじゃないですもん、なんとなくやってみた、とりあえずやってみたとかじゃないですもんね。はい、一流の選手は SP で一流のコーチは NT って感じですかねと。ああ、なるほど、はいはい、まあ、監督とかコーチみたいな感じですよね。なるほど。なんか NF がなんかちょっと仲間外れで SJ もいないですよ寂しい。なんかそ多分似てるからですよ説明が。あ、まあこの、うん、SP とあれあれ何でしたっけ、はい、なんとか主義者、僕たちが共同組合だけど、功利主義、功利主義、はい、功利主義者同士、功利主義者同士っていうか今の説明が似てるじゃないですか。あ、没頭する、没頭する、なんかこう職人とエンジニアみたいな。あ、うんうん、なるほど。続きがありました、すいません。合理的な性格がこの NT の人たちですね、娯楽活動で陰気であるというのは言い過ぎかもしれませんが、彼らはエラーを排除できない時にかなり自分自身に不満を抱くことがありますと。NT がスポーツ、カード、ボードゲームをプレイするとき、持続的な改善が求められ、交代は許されませんと。ゴルフコースやテニスコート、ブリッジテーブルやチェスボードで、他の人はミスを、これが
読めなくてですね、このスラッシュルックオフなんですかね、重要性を最小化する、払いのけるという意味があるようです、なので他の人はミスを払いのけることができる、 NT 以外の人は、はい、払いのけることができるかもしれませんが、合理的な人はそうではないと。言い換えれば、巧妙さが NT で誇り、 NT の誇りであるように、それがないことが彼らの恥であり、どんな活動でも自分を遅いか二流だとみなすと自己非難に容赦がありませんと。不器用者、バカ、はい、愚か者といった軽蔑的な言葉で自分を呼び、自己批判を行いますと。これらの自己非難は単なるパフォーマンスの批評だけでなく、容赦ない自己批判となり、各用語が許しがたい愚かさの罪を示唆していますと。合理的な性格は彼らの能力に関しては全ての気質の中で最も自己批判的であり、自らのエラーを容赦なく見つけ出して非難します。しかし他の人たちは用心するべきです。 NT は誰かが根拠なく彼らを批判することを許しませんと。怖い。根拠がある場合でも批判者は慎重で正確であることが、努められますと。 NT は自分自身に精密であるように、彼らのエラーに言及するものも同様に正確であることを求め、そのような批判に対する正確な価値を知るリスクを犯します。そして不当にまたは不正確に批判された場合、合理的な性格は怒りに燃え、復讐の幻想を抱くことさえあり、これは効果的で私的、ポエム的と書いて私的に実行されることが知られています。まあ、皮肉的なことを言うみたいなことなんですかね。まあ、そこの意図がちょっと分かんないですけど、はい、はい、っていうことが書いてあります。なのでミスを許さない、ミスが許されない、自分も許さないが自分、あ、そうそう、全部ですよ。ミスがあることがダメみたいな。ミスするのが人間じゃないですか。そうですよ。だから他のタイプは気にしない、ミスを流せる払いのける払いのけれるが、シュックオフするはい、はい、あ、太郎ちゃんはね、とりあえずやってみなよがね、苦手な感じがしますと、はい、でリスさんも確かに批判は歓迎なんですね。はい、批判は歓迎だが、根拠は求めると、思ったんですよまあダメなんでしょうね。思った、そう、 SP なんかとりあえずやってみるんですからね。はい、熟練ですから、こう100回やればできるようになるみたいな僕は、まあ、あとは僕の NF は多分、はい、思ったことは言っちゃうんですよ。はい、はい、あなたの感想ですよね、はい、感想ですなんですよ、うん、はい、僕はまあやってみるんですよ、はい、SP はやってみる、失敗したらそこから学べばいいんですよ。ちょっと、もう僕、私もやってみないとわからないけど、くよくよはしますけどね。くよくよもしないですよ。その前に失敗したら失敗も経験みたいなのが SP な感じじゃないですか、はいはい、